初めまして、ひろこクレメニアと申します。よろしくお願いします。私がですね、長崎の五島列島という島の出身でして、皆さん五島列島は分かりますか？聞いたことありますか？五島列島、はい、そこから今は福岡に住んでてですね、なんかこう、おとといぐらいに、こっちに大阪に人生で初めてじゃないか、嘘ついた、ごめんなさい、嘘ついた、小学生の時に修学旅行で一回来たことあるんだけど、それ抜いたら初めて、なんかこうプライベートで行くの初めてで、で最初おとといが大阪での初ライブだったんですよ。スローバードさんでライブをさせていただいて、でもね、なんかごめんなさい、言う前に一人で笑ってしまった。いや、こうあんまりなまりすぎちゃったら伝わるかなと思って、ちゃんとこう標準語っていうか、なんかちゃんと伝わるように喋らんたかなみたいな、ずっと思いやってね、それで、こう気を使って頭を使ってってやってたら、もう大変でね、いやもうなんかドカンがこうナルトですよ、もう大変で、でね、こうでもあんまりゆるゆる喋ったら何も言うかわからんなみたいな感じに多分ねなると思うので、何言ってるかわからないと思ったらですね、もう聞き返してください皆さんそんな感じで、